ルキウス・パピリウス・クルソルは、紀元前4世紀の共和制ローマのパトリキ出身の政治家、軍人。失政官を5度、独裁官を2度務めた。彼の厳格さはよく知られていた。強靭な肉体を持ち、その雪に異議を唱える者はいなかった。コグノーメンのクルソルは、彼の足の速さに由来するものである。ルキウス・パピリウスは、紀元前326年に、 執政官に就任。翌紀元前325年には、第二次サムニウム戦争に対処するため、独裁官に就任した。彼のマギステレ・クイートムであった、クイントス・ファビウス・マクシムス・ルリアヌスとの居酒界はよく知られている。クイントス・ファビウスは、ルキウス・パピリウスの命令に逆らって敵と戦い、その命令違反の罪で一旦は死刑を言い渡された。しかし、 父であるマルクス・ファビウス・アンブストゥス、元老院、ローマ市民の懇願により、ルキウス・パピリウスも死刑は取り下げた。コグノーメンである、クルソルは、奏者という意味であるが、これは、彼が1日50ミリレパススも抗軍することができ、彼の兵士たちにもそれを求めたためである。伝説によれば、古参の騎兵たちが特権を求めてきた時、ルキウス・パピリウスは、ただ一つの特権のみを認めた。 何も許可しないとは言わないが、諸君等が下馬した際に、馬の背中をさすってやることだけは許してやろう。このように兵士に対して厳格であったため、当初の戦いでは敗北してしまった。しかし、その後は兵士をより寛大に取り扱い、また戦利品を兵士に多く分配することを約束したため、兵士の信頼を獲得することができた、兵士たちは、果敢に戦い、勝利を得た。 紀元前321年、ローマ軍はカウディウムの戦いでサムニウム軍に降伏した。この屈辱の後、ルキウス・パピリウスは紀元前320年、紀元前319年と2年連続で失政官を務め、ルケラを降伏させ、いくらかの恥をすすいだ。町に捕らえられていたローマ軍捕虜を解放し、カウディウムで奪われた大器を取り戻した。また、カウディウムで、 サムニウム軍がそうしたように、敵兵7戦を、首きの下を一人一人かがんでくぐらせた。紀元前315年、紀元前313年にも執政官に就任。この間にローマは一部のサムニウム部族と講和をしていたが、サムニウムは再び反乱した。ルキウス・パピリウスは、紀元前310年に二度目の独裁官に任命され、紀元前309年にロングラで、 決定的な勝利を収めた。ローマに戻ったルキウス・パピリウスは壮大な外戦式を実施しているが、これは紀元前324年、紀元前319年に続いて彼自身3度目の外戦式であった。彼の同盟の息子であるルキウス・パピリウス・クルソルも有能な将軍であり、二度目の失政官となった紀元前272年にサムニウムを完全に従属させている。 彼は、クイリヌスの神殿に、ローマに最初の人形を置いたとされる。ルキウス・パピリウスは、ルキオ・パピリオディッタ・トーレというバロック様式のイタリアオペラの主人公となっている。ありがとうございます。